欧涼器、餅鉢、地鉢ベトナムでの宅発欧涼器とは、禅宗の修行像が使用する個人の食器のこと。盆語は、パートラ。音訳は、ハチタラ。ハチウ、鉄鉢とも言う。欧涼器は主に相当州の呼び方で、臨在州では、餅鉢、欧泊州では、地鉢と呼ぶ。入れ子状に重ねられた五枚の容器からなり、副作、膝掛け、清金、水板。 パチタン、箸、サジ、スリなどが付属する。材質は鉄、または土が本則とされ木製は禁じられているが、漆をかけたものは鉄製とみなすとして一般には黒塗りの漆器である。種塗りのものは常用ではなく、主に儀式に用いられる。横領器を用いた食事は厳格な作法が定められており、全宗における重要な修行の一つである。 一番大きな器に粥を受け、以下、それぞれ定められた器に、汁、香菜、副菜を受ける。粥を受ける、最も大きな器は、釈迦の蝶骨であるとされ、頭鉢と呼ばれる。頭鉢は、特に大切にしなければならず、直接口をつけること、そりゃくに扱うことは厳禁である。また食事の他に、卓発の際に伏せを受ける器にも用いられる。ありがとうございます。